橋だな。遥か向こうには頑丈そうな砦が見える。あれが帝国基地というやつか。そう、あれがエブロン。僕らが攻撃する帝国基地だよ。なぜあんな場所に？この橋は帝国とヒスパニアをつなぐ重要な通商路なんだ。通商路？帝国との陸路での貿易はここを経由して行われている。この断崖に架けられた橋が帝国とヒスパニアをつなぐ貴重な絆というわけさ。貴重な絆？他に行き来できる場所はないのか？この断崖は川に沿って上流まで続いているんだ。そして橋はここにしかかかっていない。選択の余地はないということか。断崖を避けて大きく迂回する方法もあるけど、時間もかかるからね。とても割に合わないんだ。なるほど、重要な場所だというのは分かってきた。しかしあの帝国基地は貿易を保護するためのものにしては大げさに見えるな。よくぞ気づかれましたな、タルト様。それはつまり、あの巨大な橋が商品を運ぶためだけではなく、軍事的にも大きな価値があるからなのです。たくさんの兵隊も行き来できるというわけだな。その通り。あの橋を支配していればいつでも軍隊をヒスパニアに送り込めるというわけです。エブロンは貿易の安全を守る基地だけど、ヒスパニアに反乱が起こった際に兵隊を送り込むための基地でもあるんだ。帝国兵はここを拠点にしてヒスパニアに攻め込むし、ヒスパニアはここを落とさないと帝国に攻め込めない。なるほど、よくわかった。しかしそんな場所に攻め込むにしては少々人数が少なかったのではないか？だろ？俺はヤバいって最初から言ってるのに。ハミルと来たら。まあまあ、リオン君、ここまで来たのに手ぶらで帰るわけにはいかないでしょ。それでどうする気だ？帝国軍に僕を差し出してほしい。何？投降するというのですか？いや、帝国基地に入り込むためのおとりだ。兵士たちには何人か帝国兵を演じてもらう。それから君たちバルカ島の幹部にも同行してほしいんだけど。なんだって？おや、君も幹部のつもりだったのですか？ああ、下っ端ならなしってこと？じゃあ俺下っ端ってことでいいぜ。やはり君も幹部にしましょう。我々と一緒に来てもらいます。おい、やめろよ。リオン君が参加して私も幹部として同行します。モノマクも同行しますよね？当たり前だ。ハミル様のご命令とあらば、どのような七にも赴こう。まあここまで来たのだからな。仕方ない、付き合ってやろう。まったく世話のかかるやつだな。タルト、ありがとう。君がいてくれると心強いよ。増長するでないぞ。今回はたまたま機嫌が良いだけだからな。カリスマ！ここまでついてきてもらったけど、君はまだ小さいし、その今回は辞退した方が。危険だし。カリスはバール神殿の巫女だもの。今までハミル様にずっとお仕えしていたもの。だから一緒に行く。だけどここから先は本当に危険なんだ。ハミル、彼女は私の巫女だ。小さいとはいえその心意気は一人前だと私は思っている。ついてくるのであろう？うん、なら決まりだ。タルトがそういうのなら。不満か？お前のそういうところ嫌いではないがな。いや、お前たちは目立つからここで待機しておれ。一緒に行く気だったのかよ。さすがにバレるだろ。ハミル様、作戦の概要をお聞かせください。基地に入り込むという言葉は陽動ではなく基地を攻略するつもりですか？そこまでは望んでいない。だけど一時的には基地の機能を麻痺させる。できれば司令官の首も取る。
おいおい、それを俺たちだけでやるってのか？どう考えても無理だろう。普通ならね。でもエブロンは橋の存在があってこその基地だ。そしてあの大きな橋は帝国以前、ヒスパニアが独立していた頃に作られたもの。カナン人によるアーチ橋だ。なるほど、分かってきました。カナン人が作った橋なら、敵の手に渡った時のことを想定して作られている。そう言いたいのですね。そういうこと。カナン人の橋は頑丈でかつ美しいアーチで作られているが、要石を破壊すれば一瞬で崩壊する。それを狙うわけですな。さほど難しくはないはずだよ。度胸はいるけどね。大胆なお方だ。敵の懐奥深くに飛び込み、地中に勝つを求めますか。高まってきましたわい。ご先祖様には申し訳ない気分でいっぱいだけどね。帝国と最後まで戦ったあの英雄王のエシモだって、この橋は壊さず明け渡したわけだし。まったくだな。エシモは皆が不自由することが忍びなくて、あえて破壊しなかっただろうに。お前と来たら。残念だけど戦争だからね。僕が英雄王と比べたらまだまだ至らないのはよくわかってるよ。でも今回はこう見えてヒスパニア側には全然余裕がないんだ。失敗したらあの世で謝れよ。こら、縁起の悪いことを言うな。だいたいあの世で誰に謝るというのだ。エシモは、いや、女神様が参加していて失敗するわけがないだろう。派手にぶっ壊してやるわ。それは心強いね。モノマク、帝国軍の鎧を精鋭たちに着用させて。バルカ島なら標準装備だろ。ええ、よくご存知で。偽の認識票や命令書もありますぞ。長年帝国を欺いて活動してきましたから、お手の物ですわい。じゃあ細かいところは任せる。精鋭たちには帝国兵を演じてもらう。僕らを連行して帝国に引き渡してもらうよ。ふん、悪巧みの相談は終了したか。そろそろぶっ壊しに行くぞ。せいぜいお前も英雄王を超えるような男を目指すんだな。あ、頑張ってみるよ。じゃあ作戦を開始しよう。よし、気合い入れていくぞ。女神様の加護はお前たちと共にある。おう。ヒスパニアから引き上げてきた部隊か。所属を名乗れ。我らは第9トリウムパリス軍団所属、第3ヒスパニア警備大隊である。かかるヒスパニアの動乱に際し、やむなく駐屯基地を引き払うこととなった。皇帝陛下より預かった拠点を失ったこと、誠に痛恨の極み。その失点を挽回すべく、我らは独自の判断で遊撃作戦へと転じ、各地で反乱軍と戦いながらようやくエブロンまで転進を果たした。これまでの戦いで我が大隊は多大な戦果を上げ、重要な情報、今後の戦いを左右する捕虜を獲得している。どうかエブロンへの駐留許可と今後の指示を仰ぎたい。何？重要な情報だと？捕虜とは誰だ？バルカ島の幹部だとしかここでは申し上げかねる。どうか七司令官殿にお目通りを。なるほど、この案件は我らの判断には余るか。急ぎ司令部へ取り次ぎよう。まずはリリウ様へ伝えるのだ。はっ。これ以上の判断はここではできぬ。とりあえず入るがよい。詳しい取り調べは基地内で取り行われるだろう。迅速な対応に感謝する。では行くとしよう。軍団同士諸君、反逆者どももさっさと歩け。うまくいきそうだな。ほら、静かにしておれ。待て。えい。第9トリウムバリス軍団はアルビオンでの戦いで壊滅に近い損害を受けたと聞く。ヒスパニアに配属されたという話を聞いたことがないが、それに貴様ら帝国軍人にしては少し華奢だな。どちらかといえばヒスパニアの人間に見えるぞ。
それは…もはやこれまでか。ここで戦うしかないか。面白い。私に任せるがよい。いつだって暴れてやるぞ。貴様、何を笑っている？これが笑わずにいられるか。なんと情報に疎い連中だ。トリウム・バリス軍団がヒスパニアにおいて再編される最中であったことも知らんのか。確かに、バルカ島ですら知っていることをエブロンでは把握していないとは。なるほど、あっさりと反乱が成功するわけですね。こいつ。そんなことより、とっとと休ませてくれませんかね。捕まってこの方、ずっと歩きっぱなしでね、疲れ果ててるんですよ。まったくじゃない。水の一杯でもよこさんか。このヘラズクチが、黙れ。申し訳ありません。ホレが差し出がましい口を。まだ元気が有り余ってるようだな。これ以上生意気な口が聞けぬよう、たっぷり痛めつけておけよ。はっ、行け。おっかねえ、心臓が止まるかと思ったぜ。ドキドキしたよ。モノマク先生、ありがとう。助かったよ。なかなかの芝居だったぞ。危ないところでしたわい。はい、ちょっと高くつきましたが、さすがエブロン、偽の舞台で騙し通すのも至難の業ですね。申し訳ありません。衛兵の尋問をかわすことができず、手加減せずに殴りました。いえ、あの場では最も的確な行動でした。私もモノマクがとっさに演じてくれなければ同調できませんでした。ふん、まだまだ度胸も経験も足りんわい。まったくです。はあ、ようやく中に入り込めたな。これからが本番だね。どうやら幹部連中がやってくるようじゃぞ。皆、気を緩めぬようにな。帝国兵を演じてる君たちは、我々の引き渡しが済めば休息を許されるはず。我々は取り調べが始まるとすぐに騒ぎを起こし、時間を稼ぎます。いいですか？その間にこの橋を支える要石を探し出してください。は、万事心得ております。第9軍団の生き残りがバルカ島の幹部を捕まえてきたと聞いたが、貴様らがそうか？はっ。第9トリウムパリス軍団所属、第3ヒスパニア警備大隊であります。基地司令官殿へのお目通りを願います。私は帝国騎士レリウス、基地司令官直属の参謀にしてその補佐を務めている。すでにこの件は司令官殿にも報告した。全権は私に委ねられている。栄えある帝国軍の名にかけ、諸君らも偽らず飾らず、軍人として恥ずかしくない証言を心がけてほしい。了解しました。まずは捕虜の素性を明らかにするのだ。それに事の経緯を説明せよ。はっ。こたびの反乱で基地を放棄せざるを得なかった我らは、遊撃部隊として転身しエブロンを目指しておりました。その途上、バール神殿の西方にてバルカ島と思われる部隊と遭遇。これを打ち破り、幹部たちを捕虜としました。バール神殿の西、どうしてそんなところにバルカ島の幹部がのこのこと出てきていたのだ。本拠地の神殿におればよかったもの。どうやら拠点を移す最中だったようです。そのしんがりを務めていた部隊を我らは吸収し打ち破りました。ほう、なるほど。イゼベル様の予想とも一致する。バルカ島にとっては不慮の事故と言ってもいいな。して捕らえた捕虜とは誰か？はっ。バルカ島を統括するエネアです。反乱軍を取り仕切るモノマク。なんだと？そしてバルカ島の代表である
ハッシュ・ドゥルバルの遺事、ハミルカル。あのバルカ家のハミルカルか。それは確かか。は、少なくとも彼らはそのように申しております。真偽のほどはどうか存分にお取り調べください。わかった、もうよい、下がれ。宿舎で控えているがよい。は、さてと、貴様らバルカ島の幹部というのは本当か。さて、どうでしたっけ。最近物忘れが激しくて、給料泥棒と言われぬよう、せいぜい取り調べてみてはいかがですか。お前がエネアデスだな。つかみどころのなさとにやけた面がいかにも悪だくみをしてそうでムカつく。話に聞いた通りだ。ずいぶんな言われようですね。そんな風に言われたのは久しぶりです。確か士官学校の頃に。お若いのは帝国の騎士にしてはこちらの事情に詳しいようだな。誰に聞いた。お前がモノマクか。カナン人の誇りと妄衆から抜け出せぬジジイ。狭い視点でしかものを考えられぬ男。言うではないか。追い先短いジジイは身の程をわきまえておる。自分にできることしかしないだけじゃ。悪びれもせず抜け抜けと。ならば貴様はさぞかし大きな視点を持っているのだろうな。私は常に帝国の大義に基づいて行動している。大義に準ずることこそが帝国市民すべてに幸せをもたらすと信じているからだ。そこのガキ、何がおかしい。難しい言葉を使うんだなってね。ねえ、帝国の大義って何かな。よかったら教えてくれないかな。帝国全体の平和と安定を維持するということだ。そのためならいつでもこの身を投げ出す覚悟でいる。君はそれでいいのかもしれないけど、ヒスパニアのカナン人の苦しみはどう考えてるの。人は与えられた地位に満足し、そこで最善を尽くすべきだ。帝国の国教である神聖教団ではそう教えている。お前たちの邪教ではどうかは知らんが。こいつ邪教だと。帝国に課せられた重い生徒牢役で、カナン人は長い間苦しみ、たくさんの人々が飢えや病気で死んできた。それでもカナン人は我慢すべきだったと。そうだ、それこそが絶対なる神に課せられた試練であり運命だ。ひたすらに神を信じて帝国に奉仕すべきだったのだ。へっ、お断りだぜ。自分たちが何をやったかわからない小人どもが。今回のヒスパニアの反乱によって帝国の多くの地域が動揺し、平和と安定が損なわれるのだぞ。それは帝国がすでに民の信頼を失い、統治する術を失っているというだけじゃ。お若いの、そんなわけがあるものか。神聖帝国こそ絶対にして永遠だ。なればこそそれを乱さんとする者は許しがたい罪人だ。分かっているのか、この反逆者どもが。全ての悪行を洗いざらい吐かせた後、泣き叫び許しを請うまで処罰を加え処刑してやる。タルト、君はどう思う。多少なりとも話のわかるやつかと思ったが、がっかりした。そうだね、信念があるというより言葉に酔ってるだけの薄っぺらい男だ。何も見えていない。貴様、ガキの分際で。そろそろ取りに行こうか。モノマク、校長、行員、ご随意に。我が主よ。何の話をしている。君の命を取りに行こうって話だよ、レリウス。何、やったぜ、形勢逆転だ。おっと、動くなよ。動くとこいつの命はないぜ。レリウス様。おのれ、反逆者どもが。
第九軍団の連中は何をしていた？騒ぐな！どうやった？武装にも魔力にも何の封印も施されていないと。最初から兵隊も含めてみんなグルだったんだよ。深く。そうか。貴様がハミルカルか。愚かな少年だと聞いていたが、とんだ間違いだったようだな。間違いじゃないさ。女神様や頼もしい仲間のおかげで少しはマシになったってだけでね。ひひ、覚悟するんだな、帝国騎士さんよ。それはどうかな。所詮私は基地司令官殿が操る駒に過ぎない。私の命を左右できるのはあの方だけだ。何？よくわかんねえが、強かったって無駄だぜ。司令官？そういうことですか。モノマク、みんな守りを固めろ。攻撃が来るぞ。なんだ？レディウス、申し訳ありません。まったく、もう私がいないと全然ダメね。でも私、ダメな男は嫌いじゃないわよ。後で犬のように這いつくばって謝罪することね。それでこの舌は許してあげるわ。なんだ、あの女は。言葉と裏腹にとてつもない殺気を感じるぞ。死と憎悪の匂い、嫌な感じがする。思ったより早く会えた。イゼベルだ、ヒスパニアの総督代理だ。おいおい、やべえぜ。早く逃げ出そう、みんな殺されちまう。奴が駐留していたとは、まずいぞ。想定外です。まだ海の向こうだとばかり。うろたえるな。とにかく時間を稼がねば。このまま続けるのだ。お久しぶり、エネアです。やあイゼベル、やはりあなたでしたか。そこのレリウス君の話からなんとなくあなたの面影を感じてね。いや懐かしい。まだ生きてたの？士官学校じゃ首席だったあなたもすっかり落ちぶれたわね。今じゃ地下に潜ってドブネズミの真似事かしら。ええ、落ちぶれて元気にドブネズミをやっておりましたよ。ハッシュドゥルバル様にはすっかり嫌われていたもので、今思えばあれがケチのつけ始めでした。私もあなたのように気に入られていれば、ヒスパニア総督くらいにはなれたかもしれませんね。相変わらず口の減らない男ね。そのにやけた面、大嫌いだわ。これでもかなり動揺してましてね。痩せ我慢してるんですよ。ふん、どうだか。そっちの老いぼれはモノマック？まだ生きてたとは知らなかったわ。ふん、売国だのメス犬が。ご挨拶ね、死に損ない。で、何の用なの？念願のハミルを擁立してさぞかし鼻高々でしょうけど、まさかその人数でエブロンを落としに来たわけ？まさか、滅相もない。ヒスパニアも取り返しましたし、軽く挨拶でもと思いましてね。律儀ね。でもそこにいる坊やはとてもそんな気分じゃないみたいだけど。イゼベル、会えて嬉しいよ。この7年間ずっと貴様を殺したいって思ってた。ヘラヘラ笑いながらも腹の中は煮えくり返っていた。
なに早くからうなんて思ってもいなかったよ。ハミル、あんなにおバカで脳なしで弱々しかったあなたがずいぶん変わったものね。そこの悪い大人や死に損ないのジジイにたぶらかされたの？違う！全て僕の意志だ！本当？あなた、ハッシュドゥルバルの焼け焦げた死体を前にしてもヘラヘラ笑ってたくらいのおバカだったのに覚えてる？あの時のこと。焦げた肉と髪の匂い、父親の最後の姿。無様だったわね。絶対に殺す、殺してやるぞ。ハミル、よせ、この女の挑発に乗るな。安心して、これでも冷静なつもりだ。イゼベル、僕には確かにあの火事以前の記憶がない。だけどあの日のことは全部覚えている。無残な父親の姿も、正気を失ったふりをしてヘラヘラ笑うしかなかった無力な自分のことも、そして裏切り者にふさわしい卑しい笑みを浮かべていた貴様のこともな。あら、覚えてたんだ。少しはまともだったみたいね。ああ、昨日のことのように鮮明に覚えているさ。だから嬉しくてたまらない。貴様があの時のままのクズでいてくれて、これで存分に復讐することができる。私を殺したいのね、その憎悪に満ちた目。ゾクゾク来るわ。イゼベルよ、立場は違えだ。それがかつての主君とその息子にかける言葉か。ここまで腐っていたとは、見下げ果てた女だ。私はより強い方についただけ。時代の流れと寝たのよ。弱者に軽蔑されることは慣れっこだわ。でもねえ、ハミル、あなたそんなつもりで来たの？少し反乱が成功したからって調子に乗ってのこのこと乗り込んできたの？あわよくば私を殺せるかもと思って。だったらどうだと言うんだ。残念だけど、やっぱりおバカさんと言うしかないわね。視野の狭いつまらない男。まあいいわ、相手をしてあげる。レリウス、こいつらを皆殺しにするわよ。せいぜいさっきの失態を償うことね。はっ。無残な死体にしてあげるわ。ハッシュドゥルバルと同じくらいのね。もういい、これ以上の言葉は無用だ。戦うぞ。この女を殺さずにこの場を去ることはできない。はっ、どこまでもお供します。ハッシュドゥルバル様の仇を討ちましょうぞ。どうか冷静に、憎しみだけで勝てる相手ではありません。勝てるさ、あれを使え。まさか。ふん、暑苦しい奴らだな。男はすぐにこうなるから困る。とりあえずハミルは守るぞ。カリス、お前もそのつもりだな。はい、命に代えてハミルお兄ちゃん、いや、ハミル様を守ります。ああ、できれば俺のことも守ってくんないかな。貴様はもう少し暑苦しくなれ。全力で行く。そうしなければ勝ち目はない。変えたか。まるで鬼神のようだ。これが戦神メルカルト。初めて見るわ、かつての英雄をエシュムが使ったという技。自らの命と魔力を注ぎ、怒りと憎悪でこね上げ、そして大きな代償を約束して
初めて実現できる技、ハミル。いや、もはやメルカルトか。あなたは何を約束したの？大いなる争いと勝利、幾千もの帝国兵の屍、血と肉で染め上げられた復讐の宴を我は誓い、メルカルトそのものとなった。さあ殺させろ、貴様らを。我が生贄となるがよい。代償もかつてのエシュマと同じわけか。でもわかるわ、もはやあなたには一個軍団を葬り去るような力はない。莫大な魔力は最初の反乱で使い切ってしまったようね。貴様、そこまで見透かされているか。あやつ、やはりただ者ではないな。ハミル様、例の者の位置が判明しました。橋の上の6つの石がそれです。あの石のうち3つがアーチとつながっており、両端の2つをまず壊し、ついで中央の1つを破壊すれば橋は完全に崩れ去ります。さすがバルカ島の精鋭たちだ。ご苦労だった。急ぎ離脱せよ。我らが到着するまで対岸の安全を確保するのだ。はっ、どうか女神の加護があらんこと。何の悪巧みかしら。さあ橋へ行け。急いで壊せ。お前、このために早く行きましょう。ハミル君のおかげで時間が稼げました。怒りで我を忘れてるのかとヒヤヒヤしましたが。未熟者め、ハミル様を信じなくてどうする。急げ、要石を壊しに行くぞ。なーに、まさか仲間を逃がすために犠牲になるとでも。そうはいかないわよ。さて、何人生きて戻れるかな。見せてもらうわ、バルカの当主の意地と本当の実力ってものをね。なんだこの大きな生き物は。よし、ちょうど良いところに来たな。バルカ島の精鋭たちめ、代わりに増援をよこしたか。要石ってのはどこにあるんだ。橋の上の6つの石と言っていました。おそらくあれでしょう。最初に両端の2つを壊すのだったな。多分あれとあれだ。どっちも2つずつあるよ。1つはアーチとつながっていない偽物というわけですね。本物か偽物かは壊した後の反応でわかると思います。そうだな。そして最後に真ん中の一つを壊せばいいというわけだ。ま、これも二つあるが。しゃあなくせえ。とにかく壊せるのを片っ端からぶっ壊せば橋もぶっ壊れるってことでいいんだよな。口だけは勇ましいやつだな。まあよい、お前たちは要石の破壊を最優先にしろ。これより私は盛大に暴れ回るぞ。おい、